アンマイナス70、アンマイナス70、アントノフ70ウクライナ語、ロシア語は、ウクライナの航空機メーカーであるオーケー、アントーノー記念航空科学技術複合体、アントノフで開発された航空機である。ソ連時代に開発され運用されてきたアンマイナス12、輸送機を置き換える、次世代のターボプロップ4発貨物機、輸送機としての運用が予定されている。価格は、 一機あたり八、六百万古い部屋、2006年当時、一、七百万ドルであると見積もられている。アンマイナス十二後景気の構想は1970年代からあったものの、それがアンマイナス七十として本格的な開発となったのは1990年代のことである。1994年12月16日に、試作処方機が、 ウクライナのキエフ近郊のホストウメ空港で初飛行した。この開発計画はウクライナとロシア双方が費用を切翻することに合意しており、生産をキエフの航空機工場アビアントとロシアのサマーラの航空機工場アビアコルで行うまであった。また、ロシア政府はロシア空軍にアンマイナス70を160機導入する意向があると示唆し、北、た。 大西洋条約機構、NATO へも売り込みが図られた。そのため、アンマイナス7 0は、軍用輸送機として運用されることを想定していた。試作処方機は1995年2月10日に、キエフ州での試験飛行中に墜落事故を起こした。エスコートをしていたアンマイナス7 2と空中で衝突したナス7 0は、森へ墜落し、 乗員7名全員の生命と機体が失われた。損傷したアンマイナス72はホストオメリ空港に無事帰着した。アントノフは地上試験用の機体を飛行用に変換し、試作2号機は事故からわずか21ヶ月後の1996年128日、飛行した。しかし、2001年1月には2号機も、 寒冷地テスト中の離陸の際、2機のエンジンが停止し、オムスクに不時期し、深刻な被害を受けた。アントノフは2号機を回収して、記録的な速さでそれを修理したが、このプロジェクトはまだ資金が不足していた。こうした中、搭載する D-27 エンジンの開発も遅れ、その結果エンジン価格の高騰も生じた。2002年、ロシアとウクライナは、 生産上のリスクシェアリング契約を50、50にすることで合意した。初号機の事故の後、ロシア政府は、アンマイナス -70 の性能に疑いを持ち、さらなる改良を要求してきた。しかし、一向に開発が進まないことと、政治的、事情、2004年のオレンジ革命のために、ロシア政府は、自国のイールマイナス -76MF よりも重量が重く効果になったとして、 2006年4月に開発計画からの撤退を発表した。この時点でロシアは計画の60%となる推定50億ドルをプロジェクトに投資してた。開発は続けられたが、ロシアの借金6、0ドルの未払いによって遅延した。だが、その後も機体の開発は、ウクライナ単独で継続され、2006年には、アンマイナス70の完成が発表された。 同年6月にホストオメリ空港で行われたアビアスビート21では機体番号 URNTK 機がアントノフの他の機体アン -225 ムリーヤや2機のアン -148 とともに変態飛行も披露した。アビアントノー・レーフ・シェウチェーンコはウクライナ空軍は固有機材の近代化の一環として2008年に2機のアン -70 を導入すると説明した。 2009年後半、ロシアは協力を再開し、計画に資金を戻した。しかし、アントノフによるとロシアは、その没収ペナルティを払っていないとされる。2010年8月、ユーザーテストが行われていたこと、そして、ウクライナ空軍は2011年に、最初のアンマイナス70を取ると予想することが、報告された。また、ボルガドニエプル航空は、 最大5機のアンマイナス 70T の購入のための覚書を締結した。2010年12月、ロシアが60機のアンマイナス70の調達が2011年から2020年までの国家軍備計画に含まれていることが報じられた。その後、アビオニクスの改善による乗員の減少、54人、信頼性が向上し、プロペラを騒音を減少させたものに変更するなどの 改良が加えられた2号機が2012年9月27日に再び飛び、キエフで開催されたエイビズイット国際の航空ショーに参加した。2012年6月、ロシアの火山にあるカポ工場でアンマイナス70の組み立てを行うことが決定された。航空機の翼、尾翼面、エンジンナッセルはキエフのアントノフで製造される。2012年12月、 16年ぶりに新機体の生産が始まった。状態のテストは2014年4月までに完了した。2015年1月19日、ウクライナの防衛大臣ステッパン・パルターックは、ウクライナの空軍へのアンマイナス70輸送機の導入を承認する法令に署名した。2015年2月、ロシアは性能面や政治情勢、2014年、 ウクライナソーランから調達をキャンセルし、開発費として支払った29.5億ルーブルの返還を要求すると発表した。高翼配置の主翼を持ち、尾翼も通常の形式である。二重隙間フラップを有し、エストール性を考慮、経過状態では900メートルの非舗装滑走路でも離着陸できる。両尾翼とも二重品知式であり、機動性を重視している。主は、 胴体脇の控えめなバルジ内に収納しており、6輪、ダブルタイヤである。エンジンは、グロップファンを4機装備、二重反転式であり、8枚羽ネと6枚羽ネの組み合わせとなっている。これにより、低燃費を確保している。アンマイナス70の機体には、複合材料が使われており、操縦系統もグラスコックピットや、フライバイワイヤーが使われるなど、先進的な技術が導入されている。 上員は3名。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。